はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。さあ本日は2月14日ということで、バレンタイン企画をやっていきたいと思います。今回使っていくキャラクターは3キャラありまして、聖愛祭はるか、聖愛祭夏美、聖愛祭チャル、まあこのなんていうのかな、ゴスロリチックな見た目をしているキャラクターたちがね、今回はなんだっけ、バレンタインだね。ハロウィンって言おうとしたわ。バレンタインバトーレを盛り上げてくれます。まあ男性陣がね、チョコを欲しいだろうということで。まあこんな感じで男キャラ3キャラ適当に選びました。てか男キャラ少ないけどね。猿か、よくわかんない操られたやつか、人間か女の子しかいないから、このゲーム。10キャラって少ないよね。そう考えると。スマブラ確か87キャラだよね。まあそれに比べたらもうこのゲームほんと少ないでしょ。もうダメだ。なんか滑舌が終わってんな今日。というわけで、みんなチョコ欲しいだろうからね。あら、ちょっとね、なんか高さが足りませんでしたね。難しいね。ちょっとサンシャイン野郎のチョコをあげたかったんですけど、なかなか、ね、やれる機会がありませんでしたね。あれですね。好きだけど、気持ちを伝えられない女の子みたいな、そんな感じですね。片思いですかね。あららら、ピロキが暴れてますね。ダメですよ。ほら、こんな感じで暴れ回っております。はい、OK です。あっあっあ。もう絶対飛んでくるでしょ、もう。オッケー。二人まとめて攻撃。オッケー。お、避けられた。ほい、ほい。あぶね。オッケー。なんだこのアングルは。めっちゃすごいアングルでフィニッシュしましたね。ちょっとサンシャイン野郎のチョコレートあげられませんでしたね。残念。2バトル目からちょっとね、やっていきましょうか。あげていきたいですね。さあ皆さん、バレンタインチョコはね、もらう予定はありますでしょうか。危ない、あいつ。はい、サンシャイン野郎して、はい、チョコレートあげます。あぶね、お前。お、オッケー。はい、とりあえずあげましょうか。なんかチョコ欲しそうだったね。はい、サンシャインエロンのチョコレートあげまーす。お、倒した。あー、あっちにいた。危な、お前。オッケー。さあ、打ち合いしたいですけどね。当たりますかな、こんな場所から。あー、さすがに無理ですね。はい、オッケー、こんな感じで。やっぱ、はるかのサンシャイン野郎ね、なんていうのかな、コンボ中以外で当てるのって結構きついんだよね。なんか、強化弾とうまく相まって、その、ヒットしてくれないみたいな。ちょっと語彙力がなくて申し訳ないんですけど、まあそんな感じです。うまく当たってくれないっていうのは本音ですね。はい、撃ち落としてやりました。さあ、無双乱舞2をちょっといっぱい決めて、おお、
この HP から全部削ったんだ。すごいですね。サンシャインエローのチョコレートめっちゃ強いですね。まあお前は絶対ダブバレ食らいに来るだろうなと思ってたんで。食らえサンシャインエローチョコレート。はい、もうチョコをもらいたくて仕方ない様子ですね。はい、お望み通りあげてあげましょう。なんかすごいアングルで終わるね今回。まあこんな感じでいいでしょう。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。それではね、みんないいバレンタインを。次は夏美だぜ。